今のは忘れてくれ。忘れろ忘れろ忘れろビームなんてな、僕だってジョークくらい言うんだぞどうした？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ふぅ、シャワー室に入っていきますか。まずはこっちの部屋を調べよう。あっちは後で。え、こっちの部屋まだ調べ終わってないとこあるっけ？こういうところ？いや違う違う、スタンドね。まずは部屋を調べよう。どれ？あと調べれてないの。なくない？監視カメラかな。監視カメラ。黒幕はきっとこの監視カメラで事の一部始終を見てたんだ。止めもしないで見てたんだ。まあそういうことになるよね。ベッドか？ベッドに傷つけられたような跡。ここで何があったんだ？寝よるところを襲ったんかな。メモ帳があるけど、これはきっと事件には関係してないよな。特にメモは残されていないということか。壁の傷もか。部屋のベッドや壁に傷つけられたような跡がいくつもある。争った形跡ってやつか。つまりこの部屋では確実に争い事があったはずだ。この個室は完全防音になっている。隣の部屋で何かあろうとも気づくことは不可能だ。だが、あるいは、言いよること一緒やんね。一緒っすね。もう何もないんじゃないかと思うんだ。こっちもってことか。これって僕が護身用に持ち帰ってきた金箔の模擬刀だ。これが事件に使われたってことか。しかも刀が抜かれてて鞘だけになってるけど、あれ、鞘に傷があるな。刃物かなんかで切りつけられたみたいな傷だ。でもどうして鞘なんかに切りつけられた傷が。この模擬刀が争いに使われたにしても鞘に傷があるのは不自然だ。だって模擬刀で襲いかかるなら普通は刀を鞘から抜くはずだ。そうじゃなくって、襲われた時に多分ね、舞鶴さんがその模擬刀でこう受けたんじゃないか。こんな重いだけの鞘は邪魔でしかないし、争いの最中に鞘が抜ける心配だってある。なのにどうしてこの鞘に刃物の傷が。金箔の模擬刀、鞘を手帳に記録しました。以上かなあ。ゴミ箱は、ないねなかったね。以上なんじゃないか。これでシャワールーム、この向こうにまだいるのか。ダメだ、弱気になっちゃダメだ。立ち止まってる暇なんてないんだ。必死に自分に言い聞かせつつ、僕はシャワールームへと足を踏み入れた。そこには夢でも錯覚でもなく、変わり果てた彼女が存在していた。まだか、ずっと置きっぱなし？舞園さん。涙と吐き気と立ちくらみがほぼ同時に僕を襲った。だけど、ひるんでいられない。どうして舞園さんが殺されなければならなかったのか。僕はその真実を、真相をやった。解き明かさなくちゃならないんだ。倒れそうな僕の背中を支えてくれたのは、そんな決意だった。この状態でか。ね、これやっぱり絶対文字よね。数字やと思うんよ。37って書いてるよね。僕は舞園さんの背中越しに後ろの壁を覗き込んだ。そこには、お？さらに。え？11037と書かれた赤い文字。でもこれは、犯人が分かってしまった私。早いけど、もう犯人が分かってしまった私。これって舞園さんが残したのか。わかる？わかる？ねえみんな。わかる？これが舞園さんが残したものやとしたら、ちょっとそのものズバリ答えはまだ言わんけど、これが舞園さんが残したダイイングメッセージやとしたら、
この状態で書いとるってことよね。壁に向かってこう書いたんじゃなくって後ろ手に書いたっていう風に思った方が自然やけん、そうやった時に前園さんが本当に書きたかったのは何かって考えたらあっという間に答えがね正直直視するのも辛いけど、そんなこと言ってる場合じゃない。僕は手元のモノクモファイルを元に前園さんの死体状況の確認を始めた。お腹に刃物が刺さってる。これが致命傷か。でもこの刃物ってどこから持ってきたものなんだ。刃物がありそうな場所、後で調べておく必要があるかも。食堂かな。それとモノクモファイルによると前園さんは右手首を骨折しているんだよな。右手首を骨折。確かに右手首には腫れと出血があるみたいだけど、金箔もついとるね。でもこの腫れた部分、何かキラキラ光っているものが付着してる。でもこの状態で描いたとしたら前園さんは左利き？右手で描こうとしとったところを気づかれて殴られた。違うかな、わからん右手首の腫れ、そこに付着したキラキラ光るもの、ちょっと気になるな。他に気になるのは、あれ、前園さんの左手、人差し指だけ血がついてる。やっぱ左手で描いたよね。両手とも手のひらは綺麗なものなのに、左手の人差し指だけどうして。前園の手首を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。前園さんの致命傷は腹部の刺し傷だから、右手首を骨折したのはそれより以前ってことになるはずだ。だって死んだ後に骨折する理由なんて考えられないからな。とするとこの傷って部屋で争いがあった時に負った傷なのかも。犯人は部屋で前園さんに襲いかかり、そこで前園さんは手首を骨折させた。その後前園さんはこのシャワールームに追い詰められ、あの金箔の模擬刀でこう相手の刃物を受け止めた時に、その衝撃でこっちかその衝撃で手首が折れたってこと？刃物によって致命傷を負わされた。で、そこで犯人が絶命するまで見ずに去っていって、その時にこれを書き残したっていうことかな？きっとそういうことだろう。お腹に刃物が刺さってる。もう以上かな。あと別に何かありそうな。これトイレやろ。あと別に何もなさそうやね。はい、シャワールームから出ます。どうやら内儀くん見つけたみたいね。シャワールームの血文字、おそらくあれはダイイングメッセージよ。そして見た瞬間に犯人が分かりました。血文字なんて初めて見たよ。本当に最後のメッセージだね。あれは命そのもので書かれてるんだ。そう、詩人みたいなことを言うのね。でもあの血文字ってどういう意味なんだろう。11037って数字なんて全然心当たりがないけど。それはあの血文字は彼女の背中で隠れるような場所に残してあった。前園さんがあの体勢のままあの場所に字を書いたのだとしたら、手だけを背中の後ろに回した状態で書いたことになるわね。そんな状態で字を書いたらどんな風になるか。どんな風になるの？あなたが自分で考えるのね。でもめちゃくちゃ意外な犯人なんだけどもう教えてくれないの？内儀くん、この事件の謎はあなたが突き止めるべき。出ないときっと納得できないまま終わってしまうことになるから。でもなんかね、こう事件が起きた後のその人の反応的にはなんかすごい落ち着いとったような感じはする。何のことかわからないけど、とにかく教えてくれないってことか。ダイイングメッセージを手帳に記録しました。ダイイングメッセージの意味、キリギリさんには分かってるみたいだけど、正直僕にはさっぱりだな。そうだ、数字のことならあの人に聞いてみるのもいいかもしれない。超高校級のプログラマーのあの人。内儀くん、それともう一つあなたに聞きたいことがあるんだけど、あのシャワールーム、ドアが壊れているのはどうしてかしら。壊れてる？ああ、立て付けのこと？立て付け？僕の部屋のシャワールームのドアだけ立て付けが悪いらしいんだよ。
僕も最初は鍵がかかってんのかなって思ったんだけど、でもコツをつかめば簡単に開けられるよ。シャワールームの立て付けを手帳に記録しました。なんかすごいびっくりしとったね。そう、シャワールームの立て付けが悪かったのね。だけど私が言ってるのはドアノブの故障のことよ。は？ドアノブ？そうよ。気づかなかったの？ならシャワールームのドアを閉じてみなさい。そうすればすぐにわかるわ。僕はキリギリさんに言われるままにシャワールームのドアを閉じてみた。すると、お？斜めになっとる？あれ？あのシャワールームのドアノブ？そういうことかな。なんだこれ？ドアノブが外れかかってる。え、なんでこんなことに？どうやらきっとドライバーかなんかを使ってドアのネジを外したんでしょうね。あー、これってさ、じゃあもし前園さん自分の部屋やったとしたら助かっとったかもしれんってことやないん？女子の部屋のシャワールームは鍵がかかるけど、男子の部屋のシャワールームは鍵がかからん。でも鍵が、ドアのネジ外されたら鍵かかっとっても関係ないか。とにかくネジが外されているなんて明らかに意図的なものだわ。え、ネジを意図的に外した？でもどうして？それが鍵を壊そうとしてドアノブごと壊したとか。でも僕の部屋のシャワールームには鍵なんてかからないんだよ。だってシャワールームに鍵がかかるのは女子の部屋だけだったはずでしょ。すると彼女はしばし思案顔を続けた後、急に思いついたように僕に質問を投げてよこした。ちょっと、ナイギくん、ちょっと聞きたいんだけど、さっきあなたが言っていたシャワールームの立て付けの件、あれって誰かに話した？舞園さんにしか話してないよね。あ、舞園さんには話したよ。昨日の夜部屋を交換した時にね。つまり知っていたのはあなたと舞園さんだけ。なるほどね。彼女の口元は小さく歪んでいた。面白くなってきたとでも言わんばかりに。なるほどね。これではっきりしたわ。何がはっきり？さっぱりだけど。じゃあね、また後でね。何がはっきりしたんかがはよくわからんな。会話が噛み合っていないことなど気にも留めず、彼女はさっさと部屋を後にしてしまった。シャワールームのドアノブを手帳に記録しました。なんだかよくわからないけど、僕もこの部屋のことは一通り調べたし、他の場所にも行ってみるか。凶器の刃物があったと思われる場所も調べなきゃいけないし、それに前園さんが持っていた DVD、 前園さんが殺された今、あの DVD の中身は自分で確認するしかないよな。それ以外にも捜査した方がいい場所があるかもしれない。他のみんなの意見も聞いてみるか。話してくれればだけど。ってことはまず食堂に向かうってことかな。そういや、見張りをしてて気づいたんだけどよ。これは同じか。ってことで食堂へ向かおう。食堂すぐそこやったよね。はい、食堂。包丁といえばね、厨房とか。ん、どうした？朝比奈さんは食堂の調査？休憩中。てか、ずっと休憩してるんだけどね。こんな経験初めてだからさ、何をどうしたらいいかさっぱりで。そうだよね。それにさ、なんだかこの食堂って落ち着くんだよね。だからついつい居座っちゃうんだ。舞園ちゃんを殺された昨日の夜もそうだったし。あ、ずっとおったんや食堂に。え、じゃあ別に持ち出した人はおらんかったってこと？包丁。そういうことになるよね。厨房かなこっち。おー、初めて入ってきて、めっちゃ食料ある。マジですご、やばいね。こういう感じなんや。むき出しで、なんか外国の市場みたいな。野菜が山積みになっている。特に気になることはないな。おお、コイン。ほら、1個なくなっとるやん。やっぱり大小様々な大きさの包丁が取り揃えられている。でも包丁が1本足りないみたいだ。これって最初からなかったのか。それともこの厨房に詳しい人がいれば話を聞いてみたいところだけど。
厨房の包丁セットを手帳に記録しました。でもここで料理しよったのって舞園さんじゃないかな。ね、そこぐらいじゃない？詳しいの。この監視カメラ厨房にまで置いてあるのか。モノクマに見られてると思うと料理に集中なんてできなそうだ。じゃあ本当に一部始終が映っとんやね。武器を調達しに来たところも映っとるってことやろ。すべてだわ。あ、すごい、お肉屋さんって感じ。なんか霜降りだ、霜降り肉だって。それどころじゃないな。そこでテンションが上がるのすげえな、人が死んでいるというのに。モノクマが映るモニター、厨房にまで置いてあるのか。いつモノクマが出てくるかと思うとうかうか料理なんてできないな。じゃあもしかしたら武器を調達しに来た犯人とモノクマがここで喋った可能性もあるということかな。わからんけど。はい、それじゃあ次に向かうのは、とりあえず武器はあれかなって感じのは分かったし、超高校級のプログラマーに話を聞きに行きますか。体育館にまだおるんかな。体育館はどこかしら。とりあえず向こうか。校舎が違うんかな。あ、違うわ、もうこっちに戻ってきたんかな。わからん。わからん。ちょっとこっち。体育館、体育館。これやっけ、体育館って。ガタガタガタ。開かない。鍵がかかってるみたいだ。これ体育館じゃな、あ、なかったね。あ、モノクマの部屋？マジか。校長室ってことかな。なるほど、なるほど。石丸くんじゃねえか。聞きたまえ。苗木くん、聞いてくれたまえ。妙なものを発見したんだ。みんなの個室のドアにはネームプレートが貼り付けられてあっただろ。いいかね。なんとあれがだな。おっと、いかんいかん。犯人かもしれない君にこんな話をするのはまずいな。今のは忘れてくれ。忘れろ忘れろ忘れろビーム。なんてな、僕だってジョークくらい言うんだぞ。どうした、この状況でなんかおかしくなったのか。体育館はどこかしら。こっちか。ん、いや、こっちで合ってるね。あ、よかった、まだ突き当たりがあった。はい、体育館まだおるかな。てかみんなさ、捜査に向かうんじゃなかったのか。ねえ、なんか思い思いの場所におるけど、みんな。あ、まだおったおった。あのさ、藤崎さんに聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと？何？死んだ舞殿さんがあるメッセージを残してたんだ。11037って数字なんだけどさ、この数字に何か心当たりはないかな。例えば暗号とかさ。藤崎さんはしきりに何度も首をかしげた後、ごめんなさい。わからないです。そっか、ならいいんだ、ありがとう。彼女でもわからないか。もしかして隠してるとか。まさかな。この子が犯人なわけ。犯人やとしたら怖すぎるやろ。こんなね、なんか私か弱いですみたいな感じして。で、あれよ、大和田モンドが言いよったゴミ捨て場が近くにあったんやっけ。ゴミ捨て場も調べに行かんといかんねやけど、今回はとりあえずこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッズボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、武器が調達されたであろう食堂と、あと、暗号かどうか。藤崎さんにも話は聞いたし、あとは、大和田モンドが言ったゴミ捨て場に次回は行こう。
ゴミ捨て場どこなんやろ。まあマップで見ればわかるかな。